こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。そう、竜型潜水艦は、ようやく計画の12番艦までが進水式を終え、11番艦欧竜潜水艦までが任務についている。この潜水艦日本で最強なのは、どの潜水艦といえば、やはり12番艦。東竜潜水艦だろう。日本が推し進めてきた、スターリングエンジンにも限度があり。潜水艦は、限りあるスペースを大きなスターリングエンジンに、奪われていたのも事実。しかし、欧竜潜水艦からは、リチウムイオン電池を搭載、スターリングエンジンは姿を消した。今現在、原子力潜水艦と互角の勝負ができるようになっている。通常動力型潜水艦では世界一だろう。ディーゼルエンジン足すリチウムイオン電池のハイブリッドで世界に革新が起きた。これからの潜水艦性能の方向性をぐっと変えた。先行進路や能力も桁違いに上がっているだろう。それを証明する事件が起きていたのを知っているだろうか？そう。南シナ海に突如として現れた黒潮潜水艦のことを。では、少し状況を話していこう。南シナ海といえば、近年、中国の海洋進出が目立ち、緊迫した海域といえましょう。この緊張地帯で15年も潜水艦訓練を行っていたのに、ただの一度も発見されなかったという事実に驚きですね。その理由は何と言っても、黒潮の性能や隊員の優秀さに起因するものではないでしょうか。しかし、15年間という長い時間、全く発見されることなく訓練を続けていたというのはすごいことだと思います。しかも、相手はあの中国ですから、自衛隊の潜水艦がどれほど優秀なのかが証明されたということではないかと思います。では、黒潮に関して、なかなか良い記事が見つかったので、下記に紹介したいと思います。安倍首相の中国訪問と潜水艦訓練、防衛省は海上自衛隊の潜水艦黒潮がベトナムのカムラン港に寄港したと発表しました。その後、台湾とフィリピン間のバシー海峡を通り、大型護衛艦、加賀と合流。加賀と護衛艦2隻は長期訓練中で、黒潮と共同で9月13日、南シナ海において訓練を実施したそうです。通常の場合、自衛隊関係の訓練は何と言っても国防に関わる重要事項ですから、日程や場所を明らかにする必要は何もありません。極秘とされ、外に漏れるのを厳重に禁止しているはずです。ところが、海事はあえて公表しました。そのわけは、南シナ海で G 行動を展開している中国海軍へプレッシャーを
与えるためと推測されています。2018年のこの時期、安倍首相は10月に中国を訪問することが決まっていました。そして中国はアメリカファーストを叫ぶ。トランプ大統領と貿易問題で激しく対立していました。挙句には貿易封鎖されるのではないかという憶測が現実味を帯びてきた時期でもあったのです。だからこそ安倍首相を味方に引き入れてアメリカに譲歩を迫りたいのが中国。アメリカの対中制裁の影響で自国の景気が悪化しないよう、ある程度の理解を示し中国に譲歩させたいのが日本。二国間での駆け引きを前提とした訪問と言われていました。ここで日本としては、せっかく珍しく中国から頭を下げてきているだから、この機会に何か譲らせることができるのではないかという考えだったようです。確かに手強い相手が頼みことをしてきたら、この機に自分の言い分を聞かせたくなりますよね。となると、ここは強気に出て相手にガツンと一発かますぐらいしたがたが、外交上は有利になると考えられます。何と言っても相手中国の方から協力していただきたいと言ってきているわけです。と言ってもいつも通り、中国側はせいぜい遺憾の絵を示すだけと推測されます。国内向けには日本が下手に出たという体裁を整える必要がありますからね。日本はガツンと一発かまそうと思ったためか、当時の防衛大臣小野寺五天氏は、9月18日、日本の潜水艦黒潮は、15年前から南シナ海で訓練を実施していたと公表したのです。15年前の2006年、平成18年は小泉純一郎が首相で、靖国神社参拝で中国、韓国の両国と揉めていました。この時、すでに中国は南シナ海へ頻繁に侵入するなどしていたのですが、アメリカはもちろん、当事者であるはずの日本も見て見ぬふりをしていたのです。表面上は沈黙していたのですが、水面下では密かに南シナ海に潜水艦を派遣し、情報収集活動などを行っていたということになります。そして訓練については、特定の国を念頭に置いて訓練しているものではないとは言っていますが、中国を想定した訓練であろうと簡単に推測できますね。黒潮などの潜水艦が行っている訓練というのは、中国軍の艦船や潜水艦の情報収集はもちろん、相手がこちらの潜水艦を探知できる能力の有無を確認しようとするものです。仮に中国海軍が日本の潜水艦を発見したら、絶対大騒ぎするはずです。それが何もなかったということは、15年間、
たったの一度も中国海軍が黒潮を発見できなかったということを意味しているのです。この事実だけでも、軍事大国中国の海軍が世界に大恥を晒したということになるでしょう。黒潮潜水艦の快挙と言っていいでしょうには、多くの人が驚き、喜んだと思われます。こんなに高性能な潜水艦があったら、中国がしょっちゅう領海侵犯している日本周辺海域も万全だろう。ひとまずは安心だと感じた人もかなりの数いたと思います。潜水艦は基本的に海中で活動するわけです。見えない相手にとっての脅威となりますし、周辺国に対して牽制できることにもなるでしょう。黒潮は本当にすごい活動をやってくれたとしみじみ感じます。